ご寄付のお願いがあり、賛同していただければと思います。YouTube に動画を公開し、寄付を募っているのは、知床観光船沈没事故の捜索ボランティアら関係者です。来年7月に乗客の家族のために観光船をチャーターして洋上慰霊を行おうと計画しています。これまで行方不明者の捜索を10回以上実施してきた桜井健二さんは、乗客家族が人目を避け観光船に乗って事故海域に訪れていることを知り、今回の洋上慰霊を企画しました。楽しみに来ている一般の方々の目があるもんだから、あまり満足な形でできないんですよね。費用の面だとかで来たくても来れない人たちがいっぱいいるもんですから、それを何とかしてあげたいなと思ったわけです。寄付の締め切り日は設けておらず、寄付金は乗客家族の交通費や船のチャーター代などに充てられるということです。